はい、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。豊中市小学校 5年生の女の子の事件です。これ前にやったかもしれないんですけど、やってたらごめんなさい。で、1990年10月のお話で、10月14日午後の5時20分頃、大阪府豊中市のに住んでいるお医者さんのね、男性のお家の浴槽の中で、この方の娘さんで当時小学校5年生の 女子、11歳が意識がない状態でぐったりしているのを、その時帰宅したお母さんが発見したと。で、このね、娘さんが、病院に運ばれたと。だけども意識が戻らないまま、事件から約2ヶ月後の12月9日にお亡くなりになったそうです。このね、女の子はこの日誕生パーティーに参加したんだって、同級生ので。午後20分頃に帰宅をしたと。で、その後犯人に首を絞められ浴槽に遺棄されたと思われる。発見した際はすでに心臓が停止してたんだって。で、お父さんで医師の医師で、父親である男性から心臓マッサージをしたんだけれども、一時的にね、心臓が動き出したんだって。だけども意識が戻らないまま亡くなったと。その時に、お父さんがお休みでいたのか、たまたまその夜勤とかそういうので、いたのかっていうのはわからないけれども、大阪府警の捜査一課の調べによると、この女児の遺体には、首を絞められたような跡があったそうです。また母親が帰宅する直前に自宅玄関前の階段から慌てて走り去るジーンズ姿の、不審な若い男の姿を目撃している。これはお母さんなのかなぁと思うんだけど、で、男の年齢は20歳から25歳ぐらいで、身長は170センチ前後、体格は中肉で、鼻の下にひげを生やすって言います。で、茶色の長袖シャツに黒のズボン姿、手には小さいバッグを持っていたとされるそうです。で、多分これ14日の日だと思うんだけど、午後5時前にはこの男はこのお家の飼い犬を、あやしている姿が近所の周囲に目撃されていたそうです。警察はこの目撃された男が事件に関与した可能性が強いとして、いろんな方のね、お話を聞いた上で似顔絵を作成したと。延べ 5万4千人の捜査員を投入したんだが、この男を特定することはできない。で、2005年12月9日に公訴時効が成立したそうです。やりきれないよね。特にお母さん
お母さんも犯人を見ているのにもかかわらず、それを、まあ、関連性が薄いと見てたのか、何なのかわかんないんだけど、捕まえられなかったし、あと、なんだろう、お父さんもお父さんで、お医者さんとしてもそうだし、父親として、自分の娘を、なんだろう、救えなかったっていうので、かなり精神的に追い込まれてしまったんじゃないかなとは思う。まあこれでね、お医者さんとしてお仕事を辞められたのか、娘のようにならないためにより一層励んでお仕事をされていたのかっていうのはちょっとわからないんですが、約30年ぐらい前の話ですよね。というと、生きていれば、その子は、生きていれば、まあ、41、2歳ぐらいの女性で、まあ、ご結婚もされていたら、いる可能性もあるし、お子さんもいたかもしれないし、まあ、結婚とかね、ちょっと興味がないわっていう女性だったらば、もうバリバリの仕事人間って言ったら怒られるかもしれないけど、仕事をメインにお仕事、そういう女性になっていた可能性もあるし、まあ、結婚というその概念がなくて、まあ、パートナーとして、パートナーというか、まあ、事実婚というか、そういうのでね、まあ、一緒に住んでいた可能性はあるよね。犯人見つかってほしいけど、その時20歳ぐらいだとすると、30年ぐらいだから、まあ、50代から55、6ぐらいかな。まあ、見つかってほしいなと思います。以上です。